ヘッド牛脂と島根和牛ステーキヘッドは、講義には牛の脂を生成した食用油脂。英語では太郎と呼ぶ。牛脂とも呼ばれるが、牛脂は食品学では油脂を抽出する部位により、ヘッドとプルミエジュに分けられることがあり、ヘッドは競技には牛の脂肪組織などから抽出した脂肪のみを言う。なお、一般的には牛の脂身そのものを指して牛脂と呼ぶ用法もある。 ラードや、洋脂などと同じく動物性油脂の一種である。常温では固体。牛の油を生成した油脂であるが、競技には牛の脂肪組織、筋肉、骨の部位から低温で抽出した脂肪をヘッドという。これに対して牛の内臓から抽出した脂肪は、プルミエジュとして区別される。日本で生成された牛脂は、内臓脂肪を含むものが多く、 カレー製品を作る際に多く用いられるが、高級な牛脂として、和牛の海苔油と呼ぶサーロインなどについている、外側の油を生成したものとに分けられる。なお、語源となったとされる、ドイツ語のヘッド及び、オランダ語のヘッドは、重脂一般を指すが、日本では牛脂に限られている。有点は、摂三35から50度、要素化は42から48である。オレイン酸 パルミチン酸、ステアリン酸などに富み、ラードに比べて不飽和脂肪酸が多い。ヘッド 100g 中の主な脂肪酸の種類は以下の通りである。ステーキやカツレツを調理するときに使うと独特の旨味と風味が生まれる。すき焼きなどにも使われる。日本国内ではすき焼き用やステーキ用の肉を買い求める客に対し、牛の脂身をカットしたものが無料で提供されていることも多い。 摂氏50度以下で圧搾したものは、オレオ油といい、オレイン酸が特に多く、上級の食用油である。ありがとうございます。